それでは確率論第8回の講義を始めていきたいと思います。この講義のシリーズでは、前回の前半まで確率論を理解するための基本的な概念と、そしてその概念に基づいた数学的なツールというのを勉強してきました。そして前回の後半から具体的に様々な分布の、さらにその具体的な形というのを勉強してきています。前回勉強したのは二項分布という分布でした。その上で今日の前半では、この二項分布の持っている特徴である対数の法則というのをまず勉強します。これは二項分布の中で試行回数 n、 これをどんどん大きくしていくと、そうすると一体何が起こるのかというのを見ていくことです。すいません、試行回数 n を大きくして、でさらに変数というのを、例えばコインだったら表が出た数ではなくて、その試行回数の中で表が出る割合というふうに変換する。N を大きくして割合に注目する。で、その時に何が起こるのかというのを見ていくのが対数の法則です。そして今日の後半からは、二項分布から導かれるさまざまな分布、そして二項分布の仲間の分布というのを見ていきたいと思います。この講義のシリーズでは、この後第10回まで、これらの分布一つ一つ見ていきます。まず今日勉強するのはポアソン分布。そして次回以降に、多項分布、長期化分布、そして最後は分布の王様、正規分布というふうに見て、そして、それらの形を見ながら、その特徴というのを議論していきたいと思います。それでは早速、今日の講義始めていきたいと思います。それではまず今日の講義の最初のポイント、対数の法則というのをいきましょう。今日の講義では、この対数の法則というのと、この後ポアソン分布という2つのことをやるんですが、まず1つ目、対数の法則です。で、後半のポアソン分布というのも、前回勉強した二項分布から出てくる分布なんですが、対数の法則というのは、このポアソン分布の元になった二項分布、前回勉強したやつですね、この二項分布の性質として出てきます。ですので、やっぱりポアソン分布とか、他にも二項分布を元にして出てくる分布というのは、この対数の法則に従うことになります。では対数の法則見てみましょう。まずこの対数の法則を理解するために、はじめに二項分布の分布の形というのを見てみましょう。二項分布、前回勉強したやつですね。二項分布の分布の形を見ていきます。これが、密度関数、確率密度分布関数、分布関数じゃない、確率密度分布ですね。です。で、二項分布っていうのは、例えばコインを N 回投げるときに X 回表が出るというような分布でした。なので、コインを投げた回数、この N ですね。この N によって二項分布っていうのは分布の形が変わるという話をしたと思います。N の数が少ないと、こういう形をしていて、それが N の数が大きくなってくると、徐々にこれがダラダラダラとこう広がっていくと。山が小さくなって全体として広がっていくと。これが N が小の時、これが N の大、N が大の時です。これが二項分布でした。これね、二項分布。で、対数の法則というのは、この二項分布の確率変数 x というのを n 分の x に変数変換するときに出てくる法則です。この x というのが、例えば二項分布だと、コインを n 回投げたとき x 回表が出る数でした。書いておこうかな。n 回コインを投げて、x 回表、これが二項分布です。で、じゃあこれ一体何なのかというと、n 回コインを投げて、表が出る割合です。そうですよね、表が出る数を何回投げたかで割っているので、これ全体では割合、表が出る割合ということになります。で、こういう変数変換をします。つまり今まではコインの表が出る数に注目していたのを、何割表が出るのか
という、まあ、ちょっと言い方違いますパーセンテージです。パーセンテージ、パーセントで100かけないといけないんですが、割合、パーセンテージというのに注目するということです。じゃあそうするとどうなるのか。そうすると、まず確率分布、ですね、確率密度というのが変わってきます。で、X を今 X 分の、あ、ごめん、 N 分の X ですね、 N 分の X に変換することを考えています。で、これをこいつ、こっちを Y と置きましょう。新しい確率変数です。こうね、もう一回書き直すね。y イコール n 分の x です。っていうことは、これは、x イコール ny ってことね。で、こういう変数変換。で、この、このタイプの変数変換を行ったときに、確率密度がどうなるかっていうのも勉強したよね。一次変換型の、確率変数の変換です。で、今、この x の確率密度を fx としましょう。で、この y の確率密度を gy とします。で、じゃあ gy と xy の関係どうだったのか。覚えてるかな？これも勉強しましたよね。こういうふうに一次変換型で、一次変換型とは限らないんですが、こういう変数変換、x から y への変数変換、あ、こうか。これですね。x から y への変数変換と。いうのを行ったときに、それぞれに対応する確率密度、例えば x の f of x、y の g of y というのがどういう関係になるのか、この間の関係何でしたかっていうと、こうでしたよね。g of y というのは f of x の dx dy でした。OK。で、じゃあこの dx dy、ここね、ここ、これどうなるのかというと、これはこいつね、こいつを y で微分なので、微分するということは、この dx dy は n ですよね。ここ y かけ n なんで、この y、y が1次元、次数が下がって n になります。こいつです。ってことは、この g of y、こいつは何になるのかというと n f of x です。 OK、 いいかな。つまり n が、これどういうことかというと、 n が大きくなるとこいつ、高くなってくるわけです。だんだん大きくなります。例えば n が10だったら f of x が10、f of x を10倍したのがこいつになります。で、この元の図で見ると、例えばこいつね、こいつとかダラダラダラっとなっちゃってるけど、 n が大きいのでこう持ち上がってくるわけです。これが一つ目のポイント。ちなみにこれ今、横軸 x ですね。いいかな。で、ここを踏まえて、どうしような、こいつちょっと連れてきますね。二項分布の場合よ、で、それを踏まえて、じゃあこの変数変換、 y への変数変換をやった後に分布がどうなるのかというのを見てみましょう。まず今この横軸が y に変わりました。で、この y というのは x÷n、 つまり n 回コインを投げた時に、表が出る割合です。ここね、書いとくかな、割合で、縦軸はじゃあこれどうなるのかというと nfx ですよね。もしくはこれ、これがつまり gy でした。で、こうやって見ていくと分かるのが、まず n がこれね、大きくなると、こいつが例えば大きくなるっていうのはここですね。ここに n がかかってるからです。で、その一方で x を n で割ってるので、n が大きいやつっていうのはこっちに縮まっていくんですよ。ぎゅーっと。いいかな。そうすると、この2つのポイントをまとめると、n が大きくなると、この分布というのはこっちにぎゅーっと縮んでいきます。で、それと同時に、n が大きくなると、まず n が大きくなるとこう縮んで、で、さらに大きくなると、n が大きくなると、
全体のごめんねこの大きさも大きくなります。ということはじゃあどうなるのか。でこれをじゃあまとめて書いていくとどうなるのかというと、まず n が小さい時、n が例えば1とかの時と、あごめん1はちょっと定義できないね。n が小さい時っていうのはまあこういう感じです。でそれに対して n が大きくなると、今まではギューッとこう広がっていったのが広がらずにとどまっていくようになります。でとどまっていくんだけど、この0の近くにとどまっていくんですが、こいつが縮まるからねこうとどまっていくんですが、同時にこれよく見てやるとこっちは小さくなっていきます、小さくなるとこうどんどん小さくなっていきます。で、n で倍に、増えるという効果はあるんですが、例えばこことかねもうほとんど0なんですよ。なんでこっちが落ちていく効果っていうのはここに n がかかって持ち上がる効果よりも大きいです。じゃあどうなるのかっていうとこういう感じになっていく。 n が大きくなるとどんどんこういう感じになって最後は非常にシャープな、こういう分布になります。でじゃあこれ、この性質まとめるとどうなるのか書いておきますね。 n が大きくなると分布が細くなる。で分布が細くなるってことはどういうことかというとばらつきが少なくなるということです。これを対数の法則と言います。なんで、二項分布で二項分布で四項の数 n というのが増えていくと、何が起こるのかということです。で、こればらつきが細くなるということは、どん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 ある一定の値に近づいていくってことですよね。なんで例えばコインを1回投げただけの時に表が1回出るのか0回なのか、つまり表が出るのか裏が出るのかっていうのは 50% の確率でしか、ごめん、50% ってことはないね。今確率を定義してないので、表が出るのか裏が出るのかっていうのはほとんど分かりません。もう運でしか当てられない。で、ところがそれを例えば、1万回投げた時に、コインの表裏の出る確率が等しい、つまり P イコール 0.5 だとすると、1万回投げた時に、だいたい5000回表が出るっていうか、5000回、前後、だいたい5000回前後ぐらい出るでしょうっていうのは、どん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 確からしくなっていくというのが、例えば今の例だと、ここが5000回、つまり 0.5 ってことですね。50% です。ここが 0.5 に、この 0.5 に、例えば、今ね、P イコール 0.5 っていうのを仮定してるんですが、ここにどん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 近づいていく。で、どん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 細くなる。つまり確からしくなっていくということです。これが対数の法則です。で、実際に、今僕、先走って、ここ 0.5 と言ってしまったんですが、実際ここ本当に 0.5、厳密には P ですよね。この P の値に近づくのか、で、本当に細くなっていくのかっていうのを数式で見てみましょう。で、ここ、まず、これね、ここが値がいくつになるのか、今言った話はここですよね。で、もう一つ、この幅がどうなるのか。っていうのを考え、数式で考えようと思うと我々が気にするのはここです。平均と標準偏差です。この標準偏差っていうのは分散から出てくるので、なんで平均と分散、この f of x の平均と分散と、この g of y の平均と分散、この間の関係というのを見てみましょう。ちょっとこれ板書間違ってました。カッコつけておきます。では見てみましょう。まず f of x、x に関してです。でこの平均というのは、これ覚えてるかな？前回やったところですね。二項分布の平均なので、μ of x。これは np でした。でこの p っていうのは、例えばね、今の例だったら表が出る確率です。だったよね。で、分散。っていうのはこれ書き方としてはシグマ x の2乗と書くんですが、これは np×1-p でした。これも前回やったところ覚えてるかな。でその上でこれを x から y で、この y っていうのは n 分の x でしたよね、という座標変換をします。でそうすると、この場合じゃあ平均と分散がどうなったのか、
どうなるのかというのを見ていきたいと思います。でこれも答えはすぐ出てきます。このタイプ、一次変換型の、確率変数の変換をやったときに平均と分散がどうなるのかっていうのは実はもう勉強しましたよね。もう簡単なルールがあります。それを使っちゃいましょう。なのでまずこの y の平均っていうのを見てやると、これ覚えてるかな、この時 y の平均はどうなるのか。 y の平均はこれでしたよね。この一次変換型の確率変数の変換をやった時に、平均がどうなるのかっていうのはこの変換の式のここに前の平均を入れたのと同じになるんだったよね。でちなみにここに b っていうのがついてると、この b もついてくるってことね。ここだけを入れ替えるということです。でそうするとじゃあどうなるのか。今回の場合はこの x がμx に変わるので、これは n 分の μx になります。でこの μx っていうのは今 np でしたよね。なんで np 割る n になって、これは p、 つまり表が出る確率そのものになるということです。で、次分散見てみましょう。シグマ y 事情です。これ分散どうやってなるのか覚えたかな。分散を計算するときのポイントはここでしたよね。厳密にはちょっと待って、これ書き方変えるね。 n 分の 1×x って書き方をしましょう。でそうするとここです。こいつの事情を元の分散にかける、この2つをかけるっていうのが、このタイプの変数変換をやったときの分散でしたよね。なんでこれ見てみましょう。n 分の1の事情です。でここに x の分散、シグマ x の事情をかけます。でそうすると今シグマ x の事情というのは np かける1引く p なので、こうなります。np かける1引く p 分の n 事情。なのでこいつ。n が、上の n が消えて下は、1個だけ、2乗だったのが1乗になります。いいかな。でそうすると標準偏差はどうなるかというと、ルート p かっこ1引く p 割ることのルート n です。でこれ見てやるとここね、分母にルート n があります。なんで n が、書こうかな。これつまりこいつら見てやると n が大きくなると、シグマ y の事情もシグマ y も小さくなるということになるわけです。なので n、 つまり例えば今の例だったらコインを投げる回数というのがどん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 大きくなればなるほど、標準偏差、つまり分布の幅、これですね、これです。こいつはどん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 細くなっていくということです。でちなみにこれ、この分母はルート n なので、投げた回数のルートに反比例していくということになります。厳密にルートに比例して細くなっていくということになります。例えば、投げた回数 n を4倍にするとルート4なんで、この幅というのは2分の1になると。で9回投げると、ルート9なんで3分の1になりますよということです。いいかな。以上が、対数の法則でした。